勝利騎士インタビューを行います。ゼロアワーに騎乗しまして優勝しました山本正敏騎士です。おめでとうございます。ありがとうございます。強いレースでしたが乗った今日の感触どうだったんでしょうかね。はい、そうですね、もう直線はもう馬が気持ち入って伸びていってくれたんでこれだったら大丈夫だなと思って、はい、安心して乗ってました。ゲートなんかちょっと立ち上がりましたけどその後のスタートが良かったように見えたんですがそのあたりいかがでしたかね。はい、ゲートの中でちょっと暴れたんですけどその後落ち着いてくれてたんでうまいことゲートスタート切れました。ちなみに今日、佐々木邦明先生から何か指示はありましたか乗る前には。あ、そうですね、 2,3 番手くらいとか、はい、まあ、戦力も初めての戦力みたいだったんで、まあ、そこら辺を考慮しながら、はい、おそらく岩手以外では初めての重賞勝利に山本騎手なるかと思うんですがそのあたりいかがでしょうか。そうですね、そして、初騎乗の馬だったんで、吉原さんから、前回乗ってくれた吉原さんから、詳しく教えていただいたんでそれがすごいためになりました。では最後に一言メッセージをお願いしたいと思います。はい、ゼロアワー、強い馬ですので、これからも応援のほどよろしくお願いします。山本正敏騎士に盛大な拍手をお願いします。